はい、ゴーちゃんでトロマルくんで、今噂してたね、岐阜県関ヶ原から来てくださったね、武者丸くんと言いますね。武者丸くんです。はい、初めて連れてきてくださったんですって。皆さん仲良くしてあげてくださいね。じゃあ今日は午後のステージはこの3体でやっていきますね。はい、関ヶ原から来た武者丸と申します。よろしくお願いします。はい、ね、ちょっと昔の音楽ですけど、こんにちは、改めまして、関ヶ原から来た武者丸と、私がマネージャー6号のハツと申します。よろしくお願いします。ねえ、武者くん、朝のここのステージに立たせてもらったんだけど、とっても素敵なステージで、とっても今日は楽しいよね。で、朝よりも本当にたくさんのお客様が今ほら見て、武者くんいっぱい見に来てもらって嬉しいね、うん、あ、なんか音楽かかってるよあの武者くん楽しいと踊り出しちゃうんですよね。で、先ほどのステージ、それから、今日は武者丸くん初めてこちらに遊びに来たんですけれども、武者丸くんのことを知ってますよっていう方、どれぐらいちょっといらっしゃるか手を挙げていただけますかね。あ、たくさん、あ、武者くんたくさんいるよね。やったね、やったね、やったねじゃないよ、武者くんの花です。ここですよ、あの続々と あのちょっとずつ良くなって、運気がいいことがたくさんあります。今日もおいしいうなぎとかもいただいちゃったので、本当にいいことが起こってます。ぜひ皆さんもここを触ってみてください。それから関ヶ原なんですけれども、皆さん関ヶ原ってご存知ですか？行かれたことございます？ありがとうございます。関ヶ原といえば、関ヶ原合戦といって、東軍の徳川家康と西軍の石田三成が戦ったんだよね、武者くん。巡っていただくのもいいですし、それから綺麗な空を眺めて写真を撮っていただくのもいいですし、武者丸くんに会いに来ていただくのもいいですし、ぜひ関ヶ原にも遊びに来ていただければと思います、ね、さあ、武者くん、頑張って久しぶりの再会ですか？一応乙女男子ということなんで、恋する犬なんですね。じゃあ武者くん、はい、渡してください。自分で渡すんだよ武者くん、頑張れ、頑張って、ほらゴーちゃんいるよ、渡して、頑張れって言ってくれてるよ、ありがとうはい、ゴーちゃん、ちょっと早いけどホワイトデーです、ありがとう。あー、ゴーちゃん喜んでくれました。あー、よかったです。なんか親心ってこんな感じなんですかねよかった、よかった、頑張ったね、頑張ったね。行きましょう、せーの、むっしゃまるじゃんけん、じゃんけんぽん。パーの方ですねありがとうございます。はい、じゃあ武者くん、もうちょっと絞ってからにしようかな。じゃあ時間がないから急ぎますよ、せーの、むっしゃまるじゃんけん、じゃんけんぽん。パーの方ですね。はい、何人くらい今いらっしゃいますかね。
てないです。出来たてのほやほやのトラマルくんのテーマソングなんですけど、この歌の中にはトラマルくんの、ね、自己紹介がすべて入ってるんですよ。言わないでね。はい。まあとりあえずは今日は時間もないんだって。なのでトラマルくんの紹介はこのくらい。今からね、今日出てもらったキャラ見に来てもらうからね。ゴーちゃん、ムサマル。あ、つくみも来て。つくみも来てくれたんだね。お披露目がありますけども、はい、これでゆきキャラのステージは終わりです。皆さん